鴨島2番。はい。離れは終わったね。ちょっとこれからとこの右手も追いかぶってちょっとその辺が狭かばってね。ちょっと真っ正前はざわざわするままからこっちではい、どうぞ、どうぞ。これか、もしずっと中に入った方。6時55分。飛ぶ飛ぶ。ウリボウシね、60センチの玉に入れたら小さい。
釣りを開始して、まあ、20分、15分、20分、今浮下を1本と1広ぐらいまで落としたらイサキが降ってきました。これまたイサキやよね。すごい逆光ですけど、まあ、今日はちょっと望遠鏡を使ってるんで綺麗にトップが見えますね。6本7本先ですかね、それを狙ってます。なんでこりゃ。右も左も動かないですね。もうすぐ、まだか。まだ潮止まりはもうちょっとあと1時間。今から潮は下げて大丈夫。
商売道具あの今揚げ塩でちょっと押さえとるけど、下げ塩になったらちょっとこう、あれ、我慢かな。塩は下げてくるけんよかったですわね。さっきクーラー一人流された。ん？取ったですわ。はい、塩を引いてて。風が後ろからだから飛びますね。さっきと違って、さっき風が反対だったので飛びにくいですけど、ただいま10時15分、干潮じゃなかった満潮が10時ぐらいなので、そろそろ下げ潮がもうちょっとしたら入ってくるのかなと思いますけど、そこからちょっと集中的に頑張って、クロー本命を狙ってみたいと思います。餌取りがいっぱいいますね。ここは赤いのがワンサカン出てきました。少しね、小さいけどね、足の裏さっきのミニオナガよりはほんのちょっとサイズアップして、風は向こうから、さっきいたあの乱れ線の離れからの方から吹いてきてます。なので負けもちょっとちょっと投げると沖に飛んでいくし、とても釣りやすいです。お、口笛、初めて尾っぽが白い口太が、小さいですけどね。小さいですからね。お？
35あるなしか、35あるなしですかね、これね。あんな沖から食ってくるのに小さい。ちょっと腰やりにくいかな。35小さいね。ほんの少しサイズアップ、小さいですけど、おなが。おお、なくなった浮きが行ったかな、沈んだかな、さらに。うらー、お小さい、なあの大きめから。小さいね。2回目の薪を作って、で昼ご飯を食べて、さら、今から再開します。もうでもあと3時間しかないですね。釣れるんでしょうか。また後藤のワースト記録を更新しそうです。うう、足場があれですね。またヒラスが、うわー、浮きの周りをヒラスが、小さいもんね。でも30、少しは
口太か。おお。小さい。今日初めてタモスピナッシュ。小さー。小さいお腹が。また小さい。いかにもって張り方するけどね。超大きから来ましたよ今。